不倫問題で謝罪した広末涼子さんの夫キャンドル・ジュンさんが記者会見を行いました。広末さんについては良き妻であり最高の母親だとした上で、不倫報道の前から離婚を切り出されていたと明かしました。キャンドル・ジュンこと広末ジュンと申します。まずはじめに、私の妻広末涼子が、多くの方々にご迷惑をおかけしてしまい大変申し訳ありませんでした。皆さんにお伝えしたいことの一番は、妻広末涼子が育児放棄をしたことは今まで一度もありません。私にとっても良き妻ですし、何よりも子供たちにとって最高の母であり、家族や親戚の中でも最も頑張る素敵な女性です。キャンドル・ジュンさんは不倫を認めた妻広末さんと電話で話をしたといいます。彼女と相手方が謝罪文を出した日に、彼女と電話で話をして泣きながら謝罪の言葉をもらいました。しかし今回会見を行うことは広末さんには伝えてはおらず、そもそも2人の関係は不倫が発覚する前からすれ違いが生じていたといいます。こういったことが発覚するちょっと前に、自分と彼女の雰囲気が険悪だから何とかしてほしいと彼女のお母さんに言われて、彼女からはその時にも離婚をしてほしいと言われていましたが、彼女のお母さんも離婚を食いとどめてくれるのかと思っていましたが、そうではなく、いつ離婚をするかだけでも言ってほしいって言われ、その頃から広末さんの様子が変わり始めたといいます。普段は彼女は仕事や家事で疲れて子供たちと早く寝てしまい、朝も早くから子供たちの弁当を作る、でもそうではない精神状態に陥ってしまったら、さまざまな人に連絡をしたり寝れなくなってしまう。でも頭ごなしに怒ってしまっては逆上してはいけないと思い、しばしだんまりを続けていたら、ほらまたそうやって怒るって言われて、それがきっかけで彼女が夜家を出るようになったんですけれども、離婚を切り出され、不倫発覚後もキャンドル・ジュンさんは、ジュンさんの中ではその離婚という話をこれは受け入れるんでしょうか。彼女の心の安定が崩れること以外は最も自慢できる幸せな家族だったってずっと思っていますし、できればその頃に戻りたいなとは思っています。一方で広末さんの不倫相手鳥羽周作さんについては怒りがこみ上げてくるといいます。彼からは謝罪がないんです。そのない自分が彼の謝罪文を見たときに、これからは料理に精進しますって締めくくられていたことに対して、
怒りしか浮かばなかったんです。また今後については、明日以降は弁護士の方に相談して、相手側の誠意ある謝罪というものがどういったことなのかを教えてもらいたいなというふうに思っています。スーパー J チャンネルの松尾由美子です。いつもご視聴いただきありがとうございます。スーパー J チャンネルで放送したニュースは ANA のニュースチャンネルでいつでもご覧になれます。この機会にチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。